タウンモールリスポは福島県いわき市小名浜で営業していたショッピングセンター。いわき市小名浜の中心市街地に立地する50店舗以上の専門店とスーパーによる地域密着型のショッピングセンターである。デスポの由来はレスポンスとレスポンシブルの略で共感や信頼を表している。リスポの前身である小名浜名店街は1969年にオープン。 すでに1967年開業の小名浜ショッピングセンターが名店街の東隣に立地していて、同規模のショッピングセンターが隣同士で並び、なおかつ両者とも地元商店街の面々が中心となって設立されたという珍しい形態をしていたため当時は全国から注目を集めた。1997年には小名浜ショッピングセンターが閉店。 小名浜名店街がリニューアルしてタウンモールリスポが誕生した。小名浜ショッピングセンター跡地は300台収容可能なタウンモールリスポの新第一駐車場となっている。建物の老朽化に加え同じ小名浜に2018年6月にイオンモール岩木小名浜開業の影響を受け2018年1月15日に閉店。跡地は更地化された後、まずは 第一駐車場跡地にヨークベニマルが出店した。ついで店舗跡地に薬の青木と複数のテナントが出店している。なお、ヨークベニマルの店名は、当施設から1キロメートルしか離れていない場所にあるヨークベニマル小名浜店と区別するため、リスポの名称を店名に入れて残すこととなった。周辺は岩木市小名浜の中心部であり、第二駐車場が中心商店街である。 小名浜本町通りに面している。ありがとうございます。